どうも、こんばんは、こんばんは、メリクリメリクリ、お願いします。はい、来ましたね。はい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 、はい、来ちゃった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 、ありがとうございます。クリスマスということでですね、一句読んでください。まあいいですね、いいですね、クリスマスということで一句、慎吾君の方から読んでください。はい、クリスマス、はい、メリクリメリクリクリスマス、ありがとうございます、ありがとうございます、よっ、はい、はい、じゃあキム、はい、え、みんなってこと、そう、クリスマス、はい、あなたと一緒にクリスマス、はい、ありがとうございます、残念ですよ、残念ですよ、はい、はい、じゃあね、これいぶし銀なことも、ね、いぶし銀な、どんなのが来ちゃうんでしょうか、言ってもらいましょうか、いぶし銀俳句、はい、おしまさん、こちらです、はい、はい、クリスマス、はい、今年も一人寂しいな。やったー！はい、ということで、僕は一度ちゃんとご紹介いただきます。お願いします。はい、すみません、皆さんもご存知、相方メンバーの、じゃあこちらから大島さんです。大島康平です。イエーイ。そしてパープルじゃない木村浩二です。今日ピンクです。はい、そしてちょっと親父臭い。シンゴくんです。はい、おじさんとでーす。おじさんと魂、かぶちゃんと、そこにあるよ、ちゃんとかぶちゃって、全然かぶっちゃっていいよ、はい、おじさん、おじさんでーす、お送りしていきます。はい、今日はですね、皆さんにいくつかね、質問をぶつけてみようかなと思います。はい、はい、え、ノクから、俺からですよ、はいはいはい、なんか普段ね、あんまりこう聞けないところもあるんで、そういう部分をね、みんなね、聞きたいと思うから、はい、まあ、それも全部含めて僕が代表してみんなの意見を僕が代表して聞きます。はい、はい、はい、ここはちょっとドキドキね、うん、のくぼさんの仕切りでいきます。ああ、初仕切りだからね、はい、何気に初仕切り、初仕切りだからね、いきますよ、はい、じゃあ3人に質問いきます。はい、ペンネームジンジャーさん、皆さんメリクリです。はい、メリークリスマス。今回はメンバーが勢ぞろいするということで、とても楽しみにしていました。さて、皆さんに質問です。メンバー内でこの人のこんな秘密を知っているというのがあれば、それぞれ一人ずつ暴露してほしいですと。心を許している仲間にしか見せない意外な一面を知りたいです。よろしくお願いしますということです。ありますか？うわうわうわ。ありますか？ある。けどねえ、いいですね、大人の事情的に、いいですね、このリアルな緊張感、変な空気、変な空気だそうね、これは言えますか、ありますか、言えますか、あります、はい、言えません。まあそうなるじゃん、まあまあ確かに正しい、まあちょっとね、言っていい感じのね、ちょっと柔らかい感じの、柔らかい、うん、まああったら、じゃあ大島さんから、はい、なんかあれば、はい、柔らかい感じ、柔らかい感じ、うちの最年少のゴー君なんですけども、ほうほう、最近意外、いやそんなでもないんだけど、うんうんうん、意外と最近ちょっとね、うん、髪を気にしてる、髪を気にしてる、なんかね、俺薄くなるんじゃないかってすごい気にしてるよ、いや見た感じ全然じゃない、全然だね。もうあいつ24か、うん、もうすんごい気にしてる今から、うん、っていうのはありますね。あ、そう、これみんなどうなのかな、みんな気にしてるのかな、の結構気にしてる、あんまり気にしますね、まあでも男は気にするよね、うん、うん、まあ気にするよ、俺気にしないもん、してねえ、してねえ、まあじゃあみんなさん意外な一面ということで、ゴーは髪の毛を気にしているというね、はい、今度は森永で見てみてください。今サーブもかかってるしね。はい、じゃあ、はい、あのね、質問に、はい、年齢最年長になりましたけど、うん、いろんな身だしなみに慎吾さん気使ってて、はいはい、舞台の本番前も、はい、歯磨きだけじゃなくて、もんだみみたいのもよくしてるんですけど、口臭のね、そう、口臭の、うん、あれちっちゃいボトル毎回持ってきて、うん、ああ毎回買ってんだ偉いなと思ってたら、うんうんうん、家で継ぎ足してます。なるほどね、なるほどね、いや、エコですよ、エコだね、うん、まあ、そこら辺はエコだよね、エコ、しかもそのボトルもらったやつはキムからもらったやつ、俺が買ったやつじゃないっていう、なおさらエコ、そこからエコ、じゃあ慎吾くんはエコ、はい、はい、ざっくり、ざっくりしてんな、はい、ね、随は、うん、
うん、俺のことを、うん、気がつかないようにちょいちょい呼び捨てにしてます、うん、なるほどね、 ほどねちょいちょい挟み込んでくる。今日もこのお菓子の家ね、今日これ、うん、ゴーと俺と作ってたわけですよ、うん、ガーって言って、はいはい、したら、おお、これ何作ってんのって言って、おお、頑張るな、慎吾、お前頑張れよちゃんとやれよって言ってた、ちょいちょい挟んで、人がこう集中してる時に限ってちょいちょい言ってくるね。多分ね、それね、ずいだけじゃなくて全員だと思う。意外とみんな言ってた、みんな言ってると思う。あれ気がつかなかったわ。そうだから、そこはもう気にしないでください。はい、はい、次の質問いくよ。はい、ペンネームはるはるさん、毎週楽しい時間をありがとうございます。メンバーに質問です。一番好きなクリスマスソングは何ですか？できればワンフレーズ歌ってください。はい、ありますか？じゃあこれ一つずついこうかな。うん、じゃあ次もいきなり歌えた方がいい、うん、曲やるね、うん、ありがとうね。クリスマスキャロルが流れる頃にはっていうとこですね。今日やってましたね。あ、やってた、やってた。そうそうそう、俺好きですよ。あれ好きです、うん、なんか思い出あるんですか？え、思い出、その曲に。特にはないね。あ、特にないですね。あまり思い出の曲ってないということで、はい、ということで、まあまあ、それ誰でしたっけ？稲垣潤一さんね、はい、名曲です。じゃあ慎吾君の大好きな一番クリスマスソングは稲垣潤一です、ね、あの、はい、向さん、はい、向こうさんもですね、うん、あの一緒に質問に答えていただかないとという。そうね、時間も大丈夫なのかな。全然大丈夫です、大丈夫です、はい、この質問からちょっといっちゃいましょうか、うんうんうん、ぜひぜひ。じゃあ3つ目ね、はい、ますよ、ペンネームエミシーさん、はい、ノクチャーン出演の皆様へ質問させていただきます。俳優になろうと思ったきっかけは何ですか？よろしくお願いします。はい、はい、はい、いいんですかね、はい、言っちゃってください。言っちゃいましょう。俺から、うん、ああ、俳優になろうとしたきっかけ、俳優になろうとしたきっかけ、これね、あのいろんな人に聞かれて毎回明確に答えられないんですけど、はい、僕、まあ、なんだろう、なんかやってきたわけでもないし、ね、演劇部だったわけでもないし、そんな舞台も見たことないんですが、一つ言えるなら、まあ、魔が差したみたいな。魔が差した魔が差して俳優になろうと思ったのか。なっちゃったんだ、ね、割とネガティブな感じ。そうですね、ポジティブではなかったんだね。なんかそうそう、自分で一番できないことをやってみようっていうのが。なるほどね。で、多分一番苦手だろうなというのが。はいはいはい。キムは？俺はね、そのテレビ見たり、うん、舞台見たりっていうので、うん、自分が受けた感動を他の人にも伝えたいなっていうのを、うんうん、まず思ったのと、うん、まあ、できるできないは俺は後からだったかな、うん、楽しいことしたいの見すぎじゃないですか、うん、なるほどね、まあ、そうなんだと思楽しいことしたいっていう感じだね、うん、うん、そうそうそう。なんかそれでインスパイアされた、最初いいなと思った映画とかそのドラマとかっていうのはあるの、うん、それは内緒ですよね。あ、内緒なの言わないっていうね、言わないんだ、言わないっていう芸だね、うん、分かった、うん、大丈夫か。僕は、ガラスの仮面です。ガラスの仮面、はい、を見て、はい、俳優になろうと思う、はい、北島麻也と姫川由美がいいなと思い俳優になりましたと、はい、なりました、はい、ということです。みんないろいろあるんだね、俳優になろうと思ったきっかけね。ノクは？俺は、まあ野球やってましたから、野球やった時も、何かをね、こうじゃあ自分がバッターボックス立ってホームラン打って、あの選手みたいになりたいなって思われたくてやつ、はいはいはい、生まれたくて目指す人がいるからね。だからそういう仕事が他にないかな、野球で限界が見えちゃったんでね。ああ、なるほど。でそうした結果ときっかけがちょっと混ざったんだけど、結果、まあ、テレビを見てたら、あ、これだなと思って。なるほど、俳優みたいなね、うん、はい、はいはい、そんな感じです、はい、いいですか。はい、ありがとうございます。じゃあ最後の質問です。はい、はい、ペンネーム最後じゃないです。あ、最後じゃないです。あ、最後じゃない。はい、いくつか、いくつかあって。まだ最後のうちのいくつか。はい、ペンネーム、きよみさん。はい、相方メンバー、スタッフの皆様、こんばんは。こんばんは。まもなくクリスマスですね。今年はプチ忘年会でメンバーの皆さんと過ごすクリスマスを楽しみにしています。楽しみでーす、はい。メンバーの皆さんもファンと過ごすクリスマス楽しみにしてくれますか？楽しみです。もちろんしてくれていると思いますが、もし彼女と過ごすならどんなクリスマスを演出してくれますか、どんなところに行って、どんなプレゼントを贈りますか、ドランチックなクリスマス期待していますという。期待してますって書いてますね。そこの進化が問われるよね。じゃあこれは慎吾君からいってみようかね。僕ね、はい、今ちょっと今年限定でね、うん、ちょっと気になるところがあるんですよ、うん、あのクリスマスで、うん、
うん、六本木ヒルズの森ビルの、うん、今一番上52階かなんかに、うん、歩くプラネタリウムっていうのが期間限定でやってるんですよ。知ってます？知ってる？やってる？やってるでしょ、はいはいはい、あのなんか宇宙バーってなっててただ見るんじゃなくてその中をなんか遊歩道みたいになってて、はい、もう360度っていうかもう全部下も上も全部プラネタリウムになってそこを歩けるっつうね、そう、そこをこうちょっと連れてって、でこの宇宙は全部君のもんだよみたいなね。じゃあキム行ってみようかね。あれかい！これはねあえてね家の中がいいかなって。家の中ね。なんかどこか行くのもいいんだけど、こういう飾り付けとかこう輪っか作ったりとかして帰ってきて開けたら、うん、女の子が開けたらこう飾り付けされてたり、うん、で一緒に家でケーキ食べて。うんでまあ、プレゼントとかは次の日朝枕元に置いてあったりとか、はいはいはい、ベタだけど家でやる。シンプルイズザベストね。キムッパ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 。じゃあ柴さん、これ、まあ、まあ今年も一人で多分行けないんですけどいつかやってみたいなというのが一つだけありまして、はいはいはい、あったかいところで夏のクリスマスっていうのを過ごしてみたいな。これ僕の願望になっちゃうんですね。まあでもオーストラリアのとか、ね、夏でしょ。そうね、行ってみたいな。星も綺麗だしね。プレゼントはね特に苦手なんですよね。僕ね女の子に何か送るってすごく苦手で、いつも大体何かあげないでなんかクリスマス一緒だねで終わらす程度。まあ、お島さん、普通っていうことね。普通ね、普通が、いや、普通が一番なんですよ、本当はね。はい、それでは、野久保さんは行っちゃう、うんうん、これも願望だよ、これ、願望、はい、願望だけど、今年のクリスマスは願望ね、うん、今年だってもう、まあ、いつかはやりたいっていうね、うん、これ彼女と過ごすでしょ、うん、まあ、行き先を告げずに、家を出るわけですよ、2人で。ミステリーツアー的な。ミステリーツアーというか、まあ、まあまあまあ、ちょっと用意だけね、うん、用意だけさせて、ちょっとこのぐらいの期間で、こういうちょっと気温のところ行くから、うん、ね、気温のところ気温から話すの、こういう気候のところ行くから、うん、まあ、こういう格好はしてってねっていうのを言って、うん、まあ、行くよ。まあ、どこ行くのどこ行くのみたいになってるわけだよね。で、そう、はしょった結果、うん、北極っていうの。北極行っちゃうの？そう、遠すぎませんか？北極行っちゃう。行けない。で、プレゼントはオーロラ。ああ、それで見れるか見れないかわかんないけど。そうだよね。うん、そうだよね。見れるか見れないかわかんないけど、でも万事休すじゃねえ。なんつも？一か八か。一か八か。そうそう。それでかけてみるっていうね。うん、それはいい。出なかった時のフォローはどうする？フォローはまあ後々考えよ。俺が行き当たりばったりで。行き当たりばったりで。壮大さんはいいよ。はい。そんなメンバーの皆さんの、クリスマスどうでした？どう？大丈夫ですか？なんかさっきからコメントに対する返しがすごく大雑把だった。ざっくり。ものすごく雑っくり。ね、MC が雑っ。すごく気になる。こういう展開もいいでしょ。うん、ね、俺っぽくて。たまにはね。たまにはね。うん、じゃあ最後の。